ック真由美さんのお祝いコメントスタート。岩見さん、この度は39歳の誕生日、本当におめでとうございます。ありがとうございます。サンキューといったところですかね。ですが思えば昨年年齢詐称事件というものがありました。チキチキさん、5歳もサボを呼ぶだなんて、本当にその頑張りには感動いたします。これからもせいぜい頑張ってください。おめでとうございます。この度は小林香奈さん、真面目なお料理ブログの更新、本当におめでとうございます。香奈ちゃんは本当に料理が上手で、私も見習いたいほどです。でも今さらそんな真面目なお料理ブログを書いて、香奈ちゃん意味あるんでしょうか。これからもバカでいてください。先生頑張ってください。はい、ありがとうございます。あれ、小林さん、これ何で売れるんですよ。小林さん、どうしたんですか。バカで売れなかったから他のこと考えてるから。出したね、心の声出したね。ぶっちゃけんなおい、100万人見てねえぞ。まだありますよ。コメントしてもらうのはこちら。この可愛く見えるでしょ的な写真は。さあこれをね、お祝いコメントしてもらいましょう。してもらいましょうよ。コンさんできないでしょ。いや、いけますよ。誰だと思ってるんですか。そうですよ、お祝いロックですよ。はい、それではお祝いロック、まゆみさんのお祝いコメントスタート。この度は佐藤亜美奈さん、お気に入りのクマとの写真5枚もアップするなんて、本当におめでとうございます。やっぱりアミナちゃんはすごく可愛いので、クマとのツーショットギュッてしたりペロッてしたり、とても可愛いと思います。でもあなた今いくつですか。そろそろ年を考えた方がいいと思います。せいぜい頑張ってください。せいぜい頑張ってください。ありがとうございます。